はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。かえでさんちへようこそ。はい、やる気がないわけではないですよ、うん、ちゃんとね、やる気はあります。ちょっとだらけておりますけど、でですねまあ今まで YouTube 動画を好きで、なんだろう、登録して、まあ、登録しなくてもまあ毎日見てるよっていうような、ね、動画があると思うんですけど、皆さん、なんかの拍子で急にそのチャンネル、動画チャンネル、チャンネル動画をなんか見たくなくなったなとか、なんか楽しくないなっていう時ないですか？本当になんか波があるというか、しばらく見なくても大丈夫かなみたいなのってないですか？私だけかもしれないけど、なんか急にね、今までその楽しかったな、面白いな、ためになるなと思ってずっと見ていたんだけど、なんかふとした瞬間に、あ、なんかつまんねえなーって思って、急にまあチャンネル登録解除をするまででもないんだけど、まああんまり見ないなーっていう時がたびたびある。なんだろう、気分のムラなのか何なのか分かるんですけど、まあそれはそれでね、その1ヶ月とか2ヶ月した後に、まあなんだろう、その気分のムラっていうのがなくなって、また楽しく見ている状態になるんですけど、なんだろうな、多分ちょうどその時にそのチャンネルの主さん主さんっていう言い方おかしいけど、ね、その動画の主の人がちょっとした模索というのかな、いろいろとね、そのチャンネルの特色というか、そういうのを変えようと思ってて、いろいろね、試行錯誤言えてないな、まあ、いろいろとさ、試しててさ、何がしっくりくるのかっていうのを試してる時に、ちょうどなんかあれおかしいな、なんか楽しくないっていう自分のタイミングがバッチリあって、結局数週間見ることがなくなったっていうね、時があって、それはね、本当に福井の和さんも含めてなんだけど、そういうことが多々あって、だけど今はね、もう楽しく見させていただいてますよ、もちろんね。だけどなんか急にこう降ってくるんだよね、そのいつも見てるのにな、楽しいと思ってるのになって、なんだろうね、あの気分の裏。まあ他の人はね、そういうことがあるのかどうかっていうのは分かりませんけど、まあね、どうなんだろう、そういうことってあるのかな、見ている側としてはさ。別にね、その動画を配信してる方のせいではないと思うんですよ。今までのその何撮影方法でいいのかどうか、また変えなきゃいけないんだろうかどうかとかね、多分いろいろとコメント欄とかでも、ちょっと見にくいですとか、まあ昔とは変わりましたねみたいなこと言われてると思うんですよ。多分全部のコメントを見て
ているかっていうとそうではないのかもしれないけど、まあ、さーっと見た中で、まあ、目につくのがそういう否定的な部分が多かったりとかしてて、うん、ね、そういうことはあると思うんですよ。もちろん、まあ、もちろんね、いいコメントもあると思うんだけど、って思うんですよね。まあ誰とは言いませんけどなんか今まで2人組のコンビで、まあ2人組はコンビって言ってたねでやられてたのが、まあ最近ねちょっと別々の道を歩むっていう、まあ人がいて、でその人が、一人の人がね、なんかね、なんかねっていう感じなんでね、今はその状態。まあ見てるけど、なんかそんなに楽しいかっていうか、あの別のね、その一人でずっとやるのかなと思ってたら、なんか誰かしらいるんですよね。一人でやってるっていうことが少なくてでその人とコンビ組んだ方がいいんじゃないって思ったりとかしてて、で中にはねコンビ組んだらっていう人が、ね、コメントされている方がいらっしゃってて、まあ、それネタでねコンビ組んだらいいんじゃないって言われたんだけどって、まあ、言ってたりとかしてたですけどね、まあ、本気と捉えているのか捉えてないのか分からんけど、うん、まあね、本当に正直なところなんかつまんないなっていうようなことがある。うん、一人でやるとね、で逆に二人でやるとまあそこそこ面白いなっていうのがあって、なんかね、やっぱ一人でやると、一人でやるとっていうか、まあ今までね、二人でやっていたんで、一人で、急に一人でやると、自分がこう話したいことが、ちょっと空回りしちゃってる部分があって、うん、なんか、自分が言いたいことを伝わってほしいことが、微妙について、伝わっている部分があってて、そうなるとまあなんだろう、聞き役の人がいて、それはこういうことだよねって全部聞いた上でこうだよねって質問してくれる人がいたら、まあ空回りというか変な誤解をね、することではなかったんだろうけど、まあ、そういうことが なくなってたんで、まあ、その後ツイッター上でなんか僕の言いたいことがちょっとこう本当のところはこういうことで言いたかったんだけど、なんか間違って伝わってしまったので申し訳ないっていうようなツイッターで言ってたんですけど、うん、そういうことがあるから、いつのこと、その、いつも出ている人と、コンビ組んだ方がいいんじゃねっていうのもあるし、うん、まあ、YouTube 限定で、ね、あの、コンビ組んだ方がいいんじゃねっていうのもあるんだろうけど、うん、なんか楽しくないというか、なんかそればっかりやってるよなって、うん、なんかサバイバル系ばっかりやってるけど、その他のなんか芸人としてのなんかそういうネタはの裏側みたいなのを、うん、話してくれればいいのになとかさ、吉本の裏側はこうなんですよってまあ、それとは別にあのおすすめの
お店をね、いろいろと募って、でそこに行くとか、っていうのをすればいいんだけど、なかなかね、そういうのをかたくなにやらないのか、やりたくないのか。もともとね、そういうサバイバル系とか自衛隊の人だったんで、それを主に柱としてやってるんで、それ以外のことはちょっとなーっていうのもあるのかなーっていうのがあるんですよね。まあね、そういうのをズバッと言ってくれる人が、昔からいるファンの方でね、言ってくれればいいんですけど、まあ私も言ったら言ったでいいけど、なんかね、そこでコメント上で炎上になりそうだなと思って、まああえて言わなかったりとかするんですけど、はい、以上です。それでは皆さん、さようなら。